どうも皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、最も簡単に作れる全モブ対応トラップタワーの作り方をご紹介します。1時間に2000個以上のアイテムと大量の経験値が入手できる。もう現世のモブのアイテムには困らなくなる。では、早速作り方について、解説したいと思います。早速解説解説。まず、必要素材を確認しましょう。足場の入手がちょっと大変なくらいかな。それ以外は低コストだぜ。竹はジャングル、糸は廃坑で入手してきましょう。すぐ集まります。ピストンがなければ焚き火や剣で直接殴っても OK。今回のトラップは陸の上か、海の上に作りましょう。ただ、川の上には作らないでね。川の上には敵モブが湧かないよ。今回のトラップは 20×20 の範囲に作ります。その範囲に川が入らないように注意しましょう。今回のトラップは海の上に作るのがおすすめ。その際は、他の島から130マスほど離した場所にトラップを作ろう。我々は陸の上に作ります。村の近くに作った方が便利。陸の上に作る場合は、無限水源を作っておきましょう。2×2 の四角形を作り、斜めに水を設置すると、無限水源になる。処理槽やトラップから下に落ちるときに水の上に落ちれば、死ななくなります。続いて、地面に130個のブロックを設置します。Y 座標63の高さから始めたので、Y 座標193の高さまで設置すれば OK。こんな感じになれば OK です。そしたら、一旦下に飛び降りよう。水の上に飛び降りるようにしましょう。死にません。下に降りたら、建築ブロックの側面にはしごを設置しよう。上まで設置します。エリトラで飛んでいったり、水流エレベーターを作るなら、建築ブロックもはしごも設置しないで OK。足場130個で代用しても OK です。お好みで。そしたら、建築ブロックの左側に1個、右側に2個建築ブロックを設置しよう。こんな感じです。そしたら、奥に6個追加で建築ブロックを設置します。こんな感じ。そして、建築ブロック同士をつないで、間を建築ブロックで埋めよう。4×7 の四角形を作ります。そしたら、動画のようにピストンを4個設置しよう。左側に2マス間を空けてピストンを設置します。こんな感じになれば OK。続いて、ピストンの左側にレッドストーントーチを設置します。あと3個も同じようにレッドストーントーチを設置しよう。そしたら、レッドストーントーチに向かって、オブザーバーを設置します。顔がトーチの方を向くように設置しよう。あと3箇所も同じようにオブザーバーを設置します。あと、処理槽に敵が湧かないように、松明を設置して湧き潰ししておきましょう。続いて、レッドストーントーチ、ピストン、オブザーバーの上に、建築ブロックを設置する。右側と左側に追加で3個ずつ建築ブロックを設置します。正面には建築ブロックを設置しないで OK。そしたら建築ブロックを4個撤去します。そして、代わりに干し草の俵を4個設置する。この俵はモブが落下ダメージで死ぬのを防ぎます。そしたら、ピストンに向かってトライデントを投げよう。トライデントは投げた時だけ耐久力が減るので、耐久力が減っていたりエンチャントしなくて OK です。ピストンの側面にレバーを設置して、一回レバーをオンにしよう。ピストンの動きが止まったら再びピストンをオフにすると、ピストラ処理槽の完成です。敵が処理できるだけでなく、経験値も入手できる、チート処理槽だぜ。統合版の醍醐味。しかもこれドロップ増加の効果も乗るんだよな。トライデントが投げっぱなしの判定になってるかららしいです。矢を放って、矢が敵に当たる前にドロップ増加の剣に持ち替えると、アイテムの入手量が上がりますが、あれと一緒です。レバーを再びオンにすると、動作が停止する。動かしっぱなしでトラップを離れると、トライデントが消失するバグがあるので、必ず動作を停止させてから離れるようにしましょう。そしたらオブザーバーの上にガラスを設置して、ガラスの隣に階段ブロックを設置する。こうすると、経験値を得ることができます。続いて、建築ブロックの横に、仮ブロックを設置しよう。仮ブロックを設置したら、仮ブロックの上に移動します。仮ブロックを撤去して、Y 座標189の高さに建築ブロックを設置する。建築ブロックは2個設置します。この高さにアイテム回収槽を作っていくぜ。
上から数えて5番目の建築ブロックの隣です。間は3ブロックになります。相手虫分け機を作る場合は、187とかもうちょい下に建築ブロックを設置しても OK。動画の後半で詳しく解説します。敵が湧かないように、松明を設置して湧き潰ししておこう。そしたら奥に向かって、建築ブロックを5個設置します。そして、建築ブロックの上にチェストを設置しよう。チェストの上にホッパーを設置します。俵の下にホッパーが設置されていることを確認しよう。そしたら奥の建築ブロックの下に建築ブロックを設置して、ホッパーの上にレールを設置します。そして、レールの上にホッパー付きトロッコを設置しよう。ホッパー付きトロッコがアイテムを回収して、チェストの中に格納します。俵のすぐ下にホッパー付きトロッコが設置されていることを確認しよう。ホッパー付きトロッコの周りを建築ブロックで囲います。こんな感じになれば OK。これでアイテム回収層完成。超簡単。続いて、処理層と脇層を作っていきます。上に移動しましょう。そしたら仮ブロックを使って、建築ブロックの上に移動しよう。そして、動画のようにガラスを4個設置します。ガラスの手前に追加で5個ガラスを設置しよう。そして、階段ブロックに向かってトラップドアを設置します。トラップドアは縦にしておこう。このトラップドアによりモンスターに殴られたりクリーパーが爆発するのを防ぎます。続いて、仮ブロックを撤去して、代わりに建築ブロックを4個設置しよう。こんな感じです。そしたら下に降りて、建築ブロックを1個設置します。レバーの隣に、4個建築ブロックを設置する。こんな感じです。あと10箇所も同じように4個ずつ建築ブロックを設置します。そしたら下に降りて、建築ブロックの側面に建築ブロックを設置していくぜ。建築ブロックに建築ブロックを設置して、ぐるーっと一周します。こんな感じ。そしたら建築ブロックの上に追加で3個ずつ建築ブロックを設置していく。こんな感じになれば OK です。松明を設置して、敵が湧かないように湧き潰ししておこう。こんな感じです。続いて、穴の周りを建築ブロックで囲う。計8個建築ブロックを設置します。そして、建築ブロックの上に、計31個建築ブロックを設置する。我々の場合は、座標229の高さまで建築ブロックを設置します。あと7箇所も同じように建築ブロックを31個ずつ設置しよう。落下ダメージを受けるので、1個ずつ設置した方が良いかもしれないですね。こんな感じになれば OK。そしたら、角に建築ブロックを設置します。そして、外側に建築ブロックを7個設置する。こんな感じです。あと3方向も同じように7個ずつ建築ブロックを設置しましょう。こんな感じになれば OK。建築ブロック同士をつないで、間を建築ブロックで埋めます。18×18 の四角形を作ろう。続いて、端の建築ブロックの上に、建築ブロックを1個ずつ設置します。ぐるーっと一周しながら設置しよう。こんな感じになれば OK です。続いて、建築ブロックの上に階段ブロックを設置するぜ。段差が内側を向くように設置してください。ぐるーっと一周しながら設置しよう。こんな感じになれば OK です。続いて、建築ブロックの上に、足場を設置していこう。脇層全体に設置してください。こんな感じになれば OK。続いて、無限水源を作りましょう。仮ブロックを使って 2×2 の四角形を作り、斜めに水を設置すると、無限水源になる。以後ここから水を汲んでください。そしたら、階段ブロックに向かって水を設置していこう。無限水源にならないので、1個ずつ設置してください。結構めんどくさいので、空バケツは9個くらい用意しておくと楽になるぜ。こんな感じで、ぐるーっと一周しながら水を設置しましょう。こんな感じになれば OK。水流が敵を処理槽に運びます。
水が流れているのは足場の上だけで、建築ブロックの上には流れていない。だから敵がスポーンするというわけです。面白い仕組みですね。下半身で湧いて上半身で流されるんだな。無限水源は埋めて仮ブロックは撤去して OK です。続いて、穴の方に移動して、建築ブロックにボタンを2個設置しよう。反対側にも2個ボタンを設置します。ボタンを足場と勘違いして、チビゾンビが穴に落ちるようになる。水流だけでなくランダムウォークでも落ちるようになるので、効率が上がります。続いて、階段ブロックの隣に建築ブロックを設置しよう。階段ブロックは光を通すので、このままだと湧きそうに敵が湧きません。建築ブロックで光を遮って、湧きそう内を真っ暗にするぜ。こんな感じになれば OK です。そしたら、建築ブロックの上にハーフブロックを設置する。建築ブロックの上に敵が湧かないように、湧き潰しします。こんな感じになれば OK。そしたら、階段ブロックの上に建築ブロックを設置する。ぐるーっと一周しながら設置しましょう。建築ブロックを設置したら、間を建築ブロックで埋めよう。穴の上には建築ブロックを設置しないで OK です。一層しか作らないなら穴の上にも建築ブロックを設置して OK。こんな感じになれば OK です。さっきも言ったけど、2層以上作る場合は、穴は塞がないで OK。ここからは2層目を作っていきます。と言っても作り方は1層目と全く一緒です。まず、端の建築ブロックの上に、建築ブロックを1個ずつ設置しよう。建築ブロックの上に、階段ブロックを設置します。階段ブロックを設置したら、湧き槽内に足場を設置する。足場を設置したら、穴の方に移動して、建築ブロックの側面にボタンを2個ずつ設置します。ボタンを設置したら、階段ブロックに向かって水を設置する。無限水源を作って、1個ずつ設置していきます。水を設置したら、階段ブロックの横に建築ブロックを設置する。建築ブロックを設置したら、建築ブロックの上に、ハーフブロックを設置します。ハーフブロックを設置したら、階段ブロックの上に建築ブロックを設置する。間も建築ブロックで埋めましょう。2層目は穴の上にも建築ブロックを設置して OK。3層以上作る場合は穴のところは建築ブロックを設置しないで OK です。最上層の建築ブロックの上に、ハーフブロックを設置する。ハーフブロックを設置したら、全モブ対応トラップタワー完成です。超簡単に作れる。層の拡張も簡単。ちなみに、ハーフブロックの上に敵が湧こうとしますが、湧けないので、湧き槽内に湧きます。これによりモンスターの湧き率が向上するぜ。ちなみに壁が階段ブロック以外だと湧き率は向上しません。注意。アイテム回収槽のチェストの数を増やしたければ、下方向に増やそう。こんな感じで、ホッパーでチェスト同士を接続すれば OK です。アイテムの入手量が多くチェストがすぐいっぱいになるので、チェストは多めに設置しておいた方が良いぜ。敵に攻撃されてずれないように、ファントムに襲われないように、ドアを設置すると良いです。たまに敵に攻撃されてずれることがあるぜ。トラップが完成したので、早速稼働してみましょう。難易度をピースフル以外にしよう。イージーやノーマルでもいいのですが、ハードにするのが一番湧き率がいいです。演算距離は4がおすすめ。湧き層を増やすのであれば、6でもいいです。8チャンク以上にすると地上に湧くのでおすすめしないぜ。剣にドロップ増加3のエンチャントを付与して装備しておくと、アイテムの入手量が上がるのでおすすめです。耐久力や修繕をつけておくと、剣が壊れなくなるのでおすすめ。ダメージ増加はなくても OK です。準備ができたらレバーをオフにして、部屋の中にこもるだけ。簡単だぜ。レバーをオフにするとトラップドアが開いてしまうので、閉じてください。あとはこんな感じで放置すればいいんだが。右側に寄ってると攻撃を受けやすい。左側に寄ると攻撃を受けにくいので、おすすめです。ストラが敵を処理してくれる。経験値も入手できる。今は防具を修繕しているので経験値が入ってないように見えますが、ちゃんと入っています。難易度ハードで長時間放置すると空腹で死ぬ恐れがあるので、定期的に見に来るか。ビーコンで再生能力付与の効果を発動しよう。そうすれば餓死しなくなる。まあ、1時間放置くらいじゃ空腹ゲージは全く減らないです。経験値が入り始めたな。レベル60代でもモリモリ溜まるぜ。レベル0から30までは割とすぐです。経験値入手量はかなり良い。トラップから離れるときは、必ずレバーをオンにして、ストラを止めましょう。
そうしないと、トライデントが消失する可能性があるらしい。トライデントはドラウンドトラップでいっぱい集めておくと良いですね。ドラウンド経験値トラップの作り方は動画概要欄のリンクから飛んでね。アイテムはホッパー付きトロッコが回収し、チェストの中に格納されます。こんな短時間なのにかなりのアイテムが入手できてる。でも防具系のアイテムが多いので、アイテム仕分け機やゴミ箱を作った方が良いかもしれませんね。というわけで作ってみました。アイテム回収層とゴミ箱の作り方は動画概要欄のリンクから飛んでね。腐肉、火薬、骨、や、糸を仕分けしましたが、蜘蛛の目なども入手できます。レッドストーンダストや鉄のインゴット、砂糖、グローストーンダストなども入手できる。好きなように仕分けましょう。金の防具はかまどで精錬すると金に変えることができるので、自動かまどを作るのも良いかもしれませんね。一応仕分けないチェストも2個設置してある。チェストが溢れたらゴミ箱で処分するぜ。スライムボールがないから粘着ピストンが作れません。ゴミ箱はオブザーバーの顔を向かい合わせて妥協。スライムボール欲しいな。まだ一回もスライム見てない。さて、せっかくなので1時間放置して、どのくらいのアイテムが入手できるか確認してみたいと思います。AFK、AFK。カットー !1 時間経ったので、結果を確認しに行きます。レベルは7上がっているな。なかなかの経験値量だ。おお、結構アイテムが入手できてる。低コストで作るの簡単でこれだけのアイテムが入手できれば十分だな。層を増やせば増やすほどアイテムの入手量が上がります。ちなみに仕分けないチェストは2個とも満杯になっててホッパーの中も詰まってたよ。人参とかの農作物も手に入ってるのはなんでだろう。シャベルや弓も手に入ってるな。結果発表です。1時間に腐肉が816個、火薬が335、骨が280個、矢が323個、糸が29個、あとなんかいろいろ入手できました。2層なら1時間に2000個以上のアイテムが入手できる。ジャバ版と比べると少なく思いがちですが、統合版は脇制限があるので、これだけ入手できれば十分ですね。もう現世のモンスターの素材には困らなくなったな。個人的には骨が入手できて骨粉が無限になったのが嬉しい。処理槽でたまにクモが処理されずにピストンの上にいることがあります。その時は手動で処理してください。まあ、いつか勝手に落ちて死ぬだろうけど。あと焚き火にした時はウィッチが耐火のポーションで耐えるので、その時も手動で定期的に処理すると良いな。処理槽にマグマブロックや溶岩、焚き火を使うと、耐火のポーションも入手できるようになります。お好みで。というわけで、最も簡単に作れる全モブ対応トラップタワーの作り方解説動画でした。いかがだったでしょうか。今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければチャンネル登録や高評価X のフォローメンバーシップの登録ぜひよろしくね。励みになります。今日を、明日を生きる活力になる。動画の投稿を見逃さないように通知もグッズもあるよ。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。